おい、これ待て。ほらよ、まだ背骨は折れてるし、手足も折れてて寝返りも打てねえ負傷者なんだぜ。そんな情けねえ俺を直に痛めつけるっていうのかよ。分かった、悪かったよ。トンネルの中のやつ解放するよ。まだ生きてると思う。栄養補給すれば助かると思うぜ。だからまさかこんな怪我人をぶちのめすなんてそんな卑怯なことはしねえよな。そら男のやることじゃねえよな。そうだ、卑怯だぞ。なるほどな。確かに怪我人をぶちのめすなんて後味の悪いことだ。とっても男らしくねえことだな。心の痛むことだ。そうだろう。こんな俺をぶちのめしたら嫌な気分がずっと残るぜ。だと思ってよ。おめえをすでに直しといた。え？動けるかい？動けるだろう。怪我はすっかり治っただろう。治っている。そう、一旦おめえを直せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。本並雄也、入院続行。もし再びハイウェイスターを使って怪我の回復を図ろうとしたら何度でもぶちのめすと丈助に念を押され。あーぶきゃー。すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。ゆうちゃん。しかし取り巻きの女の子に看護してもらって、その点は羨ましいやつ。